スティーブ・ナッシュ、スティーブ・ナッシュ、スタイブ・ナッシュ、スティーブン、ジョン・ナッシュ。1974年2月7日隊は、カナダの元プロバスケットボール選手。NBA のフェニックス・サンズなどで活躍した。ポジションは、ポイントガード。正確なシュート力と広いコートビジョンにパスセンスと、ポイントガードに必要な多くの能力を、ハイレベルで兼ね備えた。 1996年の NBA ドラフト、1巡目15位で、フェニックス・サンズに指名されプロ入り。NBA オールスターゲームに8度出場。2005年、2006年と2年連続で、シーズン MVP を受賞した。191センチメートル、81キログラム、背番号13、ロサンゼルス・レイカーズ在籍時は10番。ナッシュは、 イングランド人の父とエールズ人の母の間で生まれた、プロサッカー選手としての父親の仕事の都合で、誕生の地は、南アフリカ共和国、ハウテン州ヨハネスブルグである。間もなく家族は、カナダサスカチュアン州、レジャイナに移住し、その後ブリティッシュコロンビア州バンクーバー、ビクトリアへ引っ越し、ビクトリアで育つ。少年時代は、サッカーとアイスホッケーと、バスケットボールに熱中した。 セントマイケルズ・ユニバーシティ・スクールでは、サッカーとラグビー、そしてバスケットボールで活躍した。最終学年にはバスケで21.3得点11.2リバウンド9.1アシストと、準、トリプルダブルの成績だった。1991から92シーズンにはチームを地区タイトルに導いており、ナッシュ自身は地区の年間最優秀選手に選ばれている。 高校のコーチは30のアメリカの大学に、ナッシュの推薦状を送ったが、カナダの片田舎のバスケ少年に興味を示す大学は、なく、ほとんどが無視された。しかしサンタクララ大学のディック・デイビーが興味を示した。ナッシュのプレーを間近で見て、他の誰もが彼に注目しないことをひたすら願ったという、その、デイビーの目にすらも、ナッシュのディフェンスは最悪だったらしい。 その後ナッシュは無事サンタクラーラ大学からの奨学金をもらい、大学進学が決まった。ナッシュは1年目から活躍し、1992から93シーズンにはチームを5年ぶりの NCAA トーナメントに導き、西地区トーナメント1回戦では、第2シードのアリゾナ大学を破るという波乱を巻き起こしている。この試合でナッシュは最後の30秒間で6本のフリースローすべてを、 決める活躍を見せた。翌シーズンのサンタクララ大は成績が振るわなかったが、1994から95シーズンにはカンファレンスタイトルを得して NCAA トーナメントに復帰し、ナッシュはカンファレンスの最優秀選手に選ばれている。夏にはナショナルチームに参加し、NBA の現役スター、ゲイリー・ペイトンとジェイソン・キッドと練りする機会に恵まれている。 1995から96シーズンは2年連続でカンファレンスを制し、ナッシュも2年連続の最優秀選手に選ばれた。大学での4年間のプレーで、通算510アシスト、フリースロー成功率86.2%、スリーポイントシュートミ、投げ、数656本、成功数263本はいずれも同行の新記録となった。2006年には、 ナッシュの背番号11が同行発となる永久欠番となった。学業では社会学の学位を取得している。カレッジバスケでの活躍にもかかわらず、全米でのナッシュの知名度はほとんど皆無で、1996年の NBA ドラフトでナッシュの名前が15番目に呼ばれた時、指名したフェニックスサンズのファンはノー飛ばした。15指名はカナダ人選手では、 当時の最高位である。サンズでの最初のキャリアは、ケビン・ジョンソンや、ジェイソン・キット、サムキャセールと、名だたるメイポイントガードの影に隠れ、目立った活躍をすることはできなかったが、ルーキーイヤーから 3P 成功率と FT 成功率で高確率を叩き出すなどその才能の変鱗を見せており、2年目の1996から97シーズンには、ローテーション入りを、 果たして平均9.1得点まで成績を伸ばした。サンタクララ大時代、ナッシュはドン・ネルソンと親交を深める機会を得ており、そのネルソンはナッシュがサンズで全く活かされていないのを見て、ナッシュ獲得に動いた。そして1998年の NBA ドラフト、当日のトレードにより、ナッシュのダラス・マーベリックス行きが決まった。 ドンネルソン HC の攻撃的な再配のもと、ナッシュは、ダラス・マーベリックスでその才能を大きく開花させる、ことになる。ナッシュは、遺跡1年目の1998から99、シーズンから先発に抜擢されると、以後、マーベリックスの司令塔として活躍。マーベリックスは、大黒柱のマイケル・フィンリーに、ナッシュの遺跡と同時に、マーベリックスに指名されたダーク。 伸びつきと駒が揃い出し、さらに2000から01シーズンには、不合のマーク9番が球団を買収し、豊富な資金が流れてきたことで、マーベリックスは将来を嘱望されるチームとなった。ナッシュ個人は、移籍3年目の2000から01シーズンに、自身の成績を大きく伸ばして15.6得点7.3アシスト、3P 成功率40.6%。 FT 成功率89.5%を記録。ナッシュの活躍によりマーベリックスは53勝29敗と躍進を遂げ、実に11年ぶりにプレイオフ進出を果たし、マイケル・フィンリーに伸びつき、そしてナッシュはマーベリックスのビッグ3と称されるようになった。初のプレイオフではカンファレンス準決勝でナッシュ障害の急敵となるサンアントニオスパーズに敗れている。 2001から02シーズンには17.9得点7.7アシスト、3P 成功率45.5%を記録し、初のオールスターとオール NBA サードチームに選ばれ、名実ともにリーグトップクラスのポイントガードとなり、翌2002から03シーズンも同水準の成績を維持、FT 成功率は90.3%の高確率を記録し、チームも勝ち星を60まで増やしたが、 プレイオフでは再びスパーズの前に敗れた。大型補強を繰り返すマーベリックスは2003から04、シーズンにアントワン・ジェイミソンとアントワン・ウォーカーを獲得し、ナッシュも平均8.8アシスト、FT 成功率91.6%と、好調を維持するが、チームは52勝30敗と勝率を落とし、プレイオフでは1回戦で敗退した。 シーズン終了後にナッシュは FA となったが、ここまでお金に糸目をつけずに、大胆な補強を重ねてきた9番がナッシュとの再契約に渋りを見せた。9番はすでに30歳となっていたナッシュよりも、若い伸びつき中心のチームを作りたかった。ナッシュには、多くのチームが興味を示し、古巣のサンズは6年6、300万ドルのオファーをしたが、9番が提示したのは、 年900万ドルの4年契約だった。ナッシュは、マーベリックスとの再契約を望んでおり、多少の減額も譲歩したが、結局折り合いがつかず、ナッシュはマーベリックスを去ることになり、フェニックスサンズへの復帰が決定した。以前は競合だったサンズも、ジェイソン・キットの遺跡で2003から04シーズンは29勝53敗まで成績が落ち込んでいた。 ナッシュはその間のエースを務めたステフォン・マーブリーと入れ替わる形でさずに帰ってきたが、他には目立った補強はなく、2004から05シーズンも厳しいシーズンになることが予想された。ところが、ナッシュのサンズ復帰は予想以上の効果をもたらした。前年からサンズの指揮を取り始めたマイクダン等にはアップテンポなバスケスタイルを標榜しており、スモールラインアップを敷いて機動力を重視し、 アウトサイドシュートを中心としたランガンオフェンスの構築を求めていた。この弾頭にの理想に、ナッシュの能力がことごとくフィットしたのである。ナッシュは、マーベリックス時代もドンネルソンが得意とするランガンオフェンスの司令塔を務めていたため、ランガンを展開するのは、お手のものであり、さらにナッシュは、リーグ屈指のアウトサイドシューターだった。ナッシュは若く身体能力に溢れ、 フィニッシュ能力にも優れたチームメイト、アマレス・タウダマヤー、ショーン・マリオン、ジョー・ジョンソンらを巧みに操り、サンズのオフェンス力を劇的に向上させた。ナッシュのいない、前年のサンズの平均得点は94.2点だったが、ナッシュ・カズトが加わった。このシーズンのサンズは110.4点。わずか1年で16点以上も向上したのである。ナッシュの遺跡は、リーグ全体にも影響を及ぼした。 当時の NBA はディフェンシブなチーム作りが主流となっており、前年のリーグ全体の平均得点は93.4点だったが、このナッシュのサンズ遺跡一つで、リーグ全体の平均得点は97.2点に跳ね上がった。サンズの平均110.4得点はリーグでも断突で2位のサクラメントキングス103.7点とは約7点もの差をつけており、 この数字がいかに衝撃的なものだったかを物語っている。弾頭に指揮下でのプレーは、ナッシュの能力のすべてを引き出し、ナッシュ個人の成績も15.5得点11.5、アシスト、FG 成功率50.2%、3P 成功率43.1%と、大幅に向上した。特に11.5アシストは2位以下を大きく引き離す、リーグ1位となり、 初のアシスト王に輝き、さらにオール NBA チームでは、初のファーストチーム入りを果たしている。リーグ1のオフェンス力とリーグ最高峰の司令塔に、引きられたサンズは、快進撃を続け、リーグ首位となる62勝20敗を記録。前年の29勝から33勝分を積み上げ、一躍、エリートチームの仲間入りを果たした。このシーズンは、ナッシュと同様に、シャキール・オニールが、 移籍先のマイアミヒートの勝率を大きく向上させており、MVP 投票ではナッシュとオニールの一騎打ちとなった。個人成績ではオニールが上だったが、より世間にインパクトを与えたナッシュが MVP を獲得した。ナッシュの MVP 受賞はカナダ人選手初であり、外国生まれの選手としてはアキーム・オラジュアンに次いで二人目、さらにポイントガードとしてはボブ・クージー。 マジック・ジョンソンに続く史上3人目であった。また歴代受賞者の中ではドラフト指名時の順位が低かった。さらに弾頭にも最優秀コーチに選ばれており、このシーズンの NBA はまさにサンズ一式となった。プレーオフでは1回戦でパウガソルのメンフィス・グリズリーズをスイープで下すとカンファレンス準決勝でフルスのマーベリックスと対決。 勝敗を決した第6戦では、試合終盤に16点差をひっくり返す活躍を見せ、あわやトリプルダブルとなる39.12アシスト級、リバウンドを上げて、チームを勝利に導いた。ここまで、順調に勝ち上がり、ナッシュにとってもサンズにとっても初の優勝が見えてきたが、カンファレンス決勝で、スパーズが立ちはだかる。サンズは得点力を上げる代わりにディフェンスを犠牲に、しており、 平均失点はリーグ再開の103.3点だったが、試合後者のスパーズがサンズの脆いディフェンスを突き崩し、サンズはこのシリーズで平均109.2失点を喫し、1勝4敗の完敗を喫した。マーベリックス時代同様、サンズでもこのスパーズがナッシュにとっての厄介の種となる。 充実したシーズンを過ごしたナッシュとサンズだったが、翌2 0 0 5から06シーズンは一転して試練が訪れる。オフに戦力の流出を止められず、主力のジョージョンソンとクエンティン・リチャードンがチームを去り、さらにエースセンターのアマレス・タウダーマイヤーが膝の故障でシーズンをほぼ全休するという苦難に見舞われた。サンズは明らかな戦力不足で新シーズンの苦戦が予想されたが、 ナッシュは18.8得点10.5アシスト、FG 成功率51.2%、3P 成功率43.9%、FT 成功率92.1%の高成績を叩き出し、2年連続のアシスト王に輝くとともに、FT 成功率ではリーグ1位となった。チームもナッシュの大活躍に、新戦力のラジャベルやボリス・ディアウラは、 ナッシュとプレーすることで大きく才能を伸ばし、またリアンドロ・バルボサもバックアップとしてナッシュの負担の軽減に成功。前年より10勝減となったものの52勝30敗で2年連続でディビジョン優勝を果たした。ナッシュは自身も会心の成績を残し、戦力不足のチームを支え、さらにチームメイトの能力を引き出したことが高く評価され、 二年連続の MVP を受賞。ポイントガードとしては、マジック・ジョンソンに次ぐ、史上二人目。プレイオフでは、ロサンゼルス・レイカーズ、ロサンゼルス・クリッパーズを破って二年連続のカンファレス、決勝に進出。再びフルス・マーベリックスと対決したが、スタウダマイアー抜きではここまでが限界となり、2勝4敗で、破れ、夢の NBA ファイナル進出はならなかった。 二年連続の MVP 獲得とカンファレンスファイナル出場を果たし、残すはチャンピオンディング獲得のみとなった。チームはより充実さを増し、スタウダマイヤーも復帰したことで、2006から07シーズンはファイナル制覇最大のチャンスと言われた。サンズは期待通りの快進撃を続け、ナッシュはさらに個人成績を向上させ、 18.6得点11.6アシストのアベレージを残し、3P 成功率では、リーグ2位となる47.0%を記録。MVP は、元チームメイトであり、友人でもあるマーベリックスのダークのビツキーに譲った。ものの、リーグ1位の勝率だったマーベリックスが、プレーオフ1回戦で敗れたことにより、勝率2位だったサンズの優勝の可能性が、一気に高まった。 しかしカンファレンス準決勝、因縁のスパーズとのシリーズでは、多くの災難がナッシュを襲った。第一戦では、スパーズのトニー・パーカーとの接触で鼻から出血、ナッシュは死血が追いつかず、試合終盤の大事な場面に、コートに立つことを許されず、結果サンズは大事な初戦を落とした。第二戦では、スタウダ・マイヤーが、ブルース・ボーエンのプレーに対し、 スパーズはダーティなチームと発言したことでシリーズは大荒れの兆候を見せると、第4戦ではナッシュはロバート・オーリーに体当たりに近いファウルを受ける。普段非常に温厚なナッシュもこの時ばかりはオーリーに掴みかかったが、その場面にベンチにいたスタウダマヤーとボリス・ディアンはベンチから離れた。本人たちに乱闘に参加する意思があったかは定かではないが、この行為が乱闘を助長する行為として、 規定により試合の出場停止処分を受ける羽目となる。インサイドの主力選手2名を書いたサンズは、第5戦を落とし、そのまま連敗してシリーズ敗退となり、ナッシュのチャンピオンディング獲得の夢は打ち砕かれた。この頃から、競合サンズの歯車が狂い出した。2007から08シーズンには、ナッシュの相棒的存在だった、ショーン・マリオンを放出して、大物センター。 シャキール・オニールを獲得するが、以前からナッシュとオニールには、船仮説が囁かれていたこともあり、高主両面で噛み合わず、期待されたほどの効果はなく、プレーオフでは一回戦でまともやスパーズに完敗を、喫する。そしてオフには、チームの大改革が始まり、マイクダン等にニはついに、ヘッドコーチを解任され、新たに、テリーポーターが就任。 オフェンシブなチームからディフェンシブなチームへとチーム方針の180度転換を目指した。シーズン中にもナッシュとクラクを共にしたラジャベル、ボリスディアウラが放出され、チームの姿は変貌していくが、急激な舵取りはチームに混乱をもたらし、2008から09、シーズン46勝36敗に終わったサンズは、プレーオフ進出すら逃した。断頭に体制下では思う。 存分能力を発揮した、ナッシュもコーチの交代と先日の大幅な変更で、若干成績を落とし、このシーズンは15.7得点9.7アシストに、終わるが、サンズでの優勝を目指すため、オフには契約の2年延長を決めた。2009から10シーズンは、シーズン開幕からライン,アンドガムオフェンスが冴え渡り、チームは好調。プレーオフにも返りいた。 カンファレンスセミファイナルでは、因縁のサンアントニオスパーズと対戦。これまでスパーズににがりを舐められていたが、持ち前のラン,アンドガムオフェンスでスパーズを翻弄。第3戦では、控えのゴランドラギッチや、チャニングフライラが活躍し、第4戦ではナッシュが怪我で、途中退場するアクシデントがあったが、スイープでスパーズを下し、2005から06シーズン以来のカンファレンスファイナルに駒を進めた。 カンファレンス決勝では、王者ロサンゼルスレーカーズ相手に前戦するも、2勝4敗で、赤敗した。2010から2011シーズンには、ナッシュとクラクを共にしたスタウダマイヤーが、FA でサンズを去りニューヨークニックスへ。そしてベンチの補強に12月にはトレードで、大物ベテラン SG のビンスカターを獲得。サンズは、チームの再建を試みるが、スタウダマイヤーの抜けた穴は、 予想よりも、はるかに大きく、サンズは勝率を5割を下回り、40勝42敗で、シーズンは終了。プレーオフ進出には至らなかった。2011から2012シーズンもサンズは、スタウダマイヤー以上の選手を獲得できず、以前のようなピックロールが展開できず、シーズン開幕からチームは、連敗を記録。しかし、 ナッシュ自身の成績はとても38歳とは思えない13得点、11アシストで自身8回目のオールスター入りを果たす。38歳以上のオールスター入りは現在3人しか成し遂げていない。2012年7月11日、サイントレードでロサンゼルスレーカーズに移籍することが決まった。背番号は10。 サンズは2013年と2015年のドラフト1巡目、指名権、2014年と2015年のドラフト2巡目、指名権、現金300万ドル、約2億4、0円をレイカーズから獲得することとなる。レイカーズはさらに現役最強のセンター、ドワイト・ハワードをもマジックから獲得し、3年ぶりの優勝を狙う。しかし、HC のマイク・ブラウンが取り入れたプリンストン戦略に、 選手がうまく機能せずプレシーズンを0勝8敗。レイカーズ史上初のプレシーズン全敗を記録した。レギュラーシーズンが始まった第2戦目でナッシュはルーキーのデイミアン・リラードと衝突。その際に右足を骨折する重傷を負い20試合以上を離脱することになった。そして第4戦目で HC のマイク・ブラウンがチームの成績不振で解雇され、代わりに ナッシュがサンズ時代に HC、AH、だったマク・ダントーニが就任する。この就任はナッシュがダントーニの得意とするアップテンポなバスケスタイルを理解しており、以前アマレスタウダマヤーと展開したようなピックロールがハワードと再現できるとチームが考えていたからとされている。しかしナッシュが怪我で離脱している間チームの戦略がマイク・ブラウンのディフェンシブなものからダントーニの 超フェンシブなものに代わりチームは混乱に陥った。コービー・ブライアンと率いるレイカーズは奮闘したが、急激に変わった戦略に選手がうまく機能せず、成績は前年に比べ悲惨なものとなった。断頭にの戦略を熟知しているナッシュが怪我から2ヶ月後に復帰し希望の光が見えたレイカーズだったが、マジック時代にピックロールをほとんど経験していないハワードには、 サンズ時代あまれと展開したようなピックロールができず、オールスターゲーム前の前半は25勝29敗と勝率5割を切っていた。オールスター後に HC のマイクダン等にはチームがプレイオフに行くに20勝8敗が最低条件と言及。勝率5割を切っていたレイカーズには高すぎるハードルだった。だが、オールスターゲーム後半は快進撃を見せつけ、 ダントーニが最低条件と言っていた20勝8敗を見事に実現。レイカーズはプレーオフに7位で進出した。しかし、ナッシュ自身は3月25日のゴールデンステート、ボリアーズ戦で痛めた膝剣状態が悪化。最後の9試合はすべて欠場した。さらに、レイカーズの大黒柱のコービー・ブライアントが、レギュラーシーズン終了5日前にアキレス腱を同じく。 ゴールデンステートウォリアーズ戦で断裂。プレーオフは絶望的になった。プレーオフは第一回戦でサンアントニオスパーズと対戦。ナッシュは怪我の回復を待たずに一試合目に出場したが、得意なはずのショットを連続で失敗するなど、本来の力を発揮できなかった。第三戦からはさらに怪我が悪化し欠場。そのままチームは屈辱のスイープでシーズンが終了した。 ナッシュにもレイカーズにとっても最悪のシーズンとなった。2013から14シーズンも怪我に苦しみ、不本意なシーズンを送り、復活を期す2014から15シーズンを迎えるはずだったが、プレシーズン中に移動中にカバンを持ち上げた際に、以前からの持病だった背中の痛み悪化させてしまい、契約最終年の同シーズンを全休。そして2015年3月21日、 引退を表明した。2015年9月25日、ゴールデンステートウォリアーズの選手育成部門コンサルタントに就任、非常勤のコーチとして練習への参加やアドバイス等に携わることになる。就任から2期目の2016から17シーズン、選手時代に果たせなかった優勝を経験し悲願のリングを手に入れることとなった。2018年3月31日、 バスケットボール殿動入りが発表された。ナッシュの家族は、父ジョン・ナッシュはイングランド出身のプロサッカー選手、弟のマーティン・ナッシュはサッカーカナダ代表、妹のジョアンも学生時代にサッカーで活躍したというサッカー家である。ナッシュはオフの大半をニューヨークで過ごしており、2005年には2001年にマンハッタンで出会った年上の恋人と結婚し、2006年には 双子の女の子が生まれたが、2012年に離婚。現在は、娘の親権などをめぐって競争中である。ナッシュは背中に痛みを伴う、脊椎分離べり症という持病を抱えており、そのため試合中であってもプレーしていない時はベンチに座らず、コートサイドに横になっている。熱心なチャリティ活動家としても知られ、2001年には公共奉仕を目的とした。 非営利団体、スティーブ・ナッシュ財団を設立するなど様々な活動を行い、チャールズ・バークレーなどからもその活動を称賛されている。活動はカナダ・アメリカ国外にも及び、2007年夏にはヨー・アキラーと共に中国でチャリティーゲームを開催し、250万ドルの寄付金を集めた。2006年にはタイム氏による最も影響力のある100人の一人に選ばれている。 サッカー一家に育ち、自身も少年時代はサッカーに熱中していたことから NBA でも屈指のサッカーフリークとして知られる。お気に入りのチームはプレミアリーグのトッテナムホットスパーシー。これはナッシュの父の出身がロンドンのトッテナムであり熱狂的なサポーターであったことからである。マーベリックス時代のチームメイトダーク、ノビツキーとはサッカーを通して信仰を深めている。 また世界的なサッカー選手であるアレッサンドロ・デル・ピエロ、ティエリ・アンリ、オーウェン・ハーク・グリーブス、マッシモ・アンブ・ロジーニ、スティーブ・マクマナマン、リオネル・メッシ、ハビエル・マス・チェラーのラトも個人的な信仰を持っており、毎年オフに開催されるナッシュのチャリティーサッカーゲームには多数の現役サッカー選手が参加している。2008年にはカナダのプロサッカークラブ、 バンクーバーホワイトキャップスのオーナーの一人となり、女子サッカーリーグへの投資もしている。2002年の日韓ワールドカップの観戦では、来日しているが、ナッシュだとは気づかれず、大きな騒ぎにはならなかった。またメジャーリーグサッカーのレッドブルニューヨークの練習に参加したとがあり、ピックアップゲームに出場したこともある。ナイキの CM ではバスケットボールを軽微よなリフティングの 末にバスケットボールの中にキックで入れるという離れ技を披露している。また2016年にはスペインの RCD マヨルカの株をフェニックスサンズオーナーのロバートサーバーと共に買収し共同オーナーに就任した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。